小学4年生から始めました。姉ちゃんがバレエをやってて、それでお母さんに自分もやってみないかっていうふうに言われて始めました。清水バレーボールジュニアです。自分たちは県で勝つようなチームじゃなかったんですけど、自分たちの代でその県大会2位で東海大会3位になれたっていうことが一番の思い出です。清水第四中学校です。部員が6人しかいなくて試合に出るのがギリギリだったんですけど、そんな環境の中でやっぱその自分がどう成長していくかっていうのを考えて日々練習できたっていうのは楽しかったので思い出に残ってます。県内屈指の強豪であるっていうのと、やっぱその設備が整っているっていうので選びました。自分たちで練習をするっていうのが結構目立って見えたんで、自主性が高い高校だなっていうのは思いました。サーブレシーブからしっかりコンビを使って時間差に入ったりで、最終的には自分が決めきるっていうチームになると思います。まず守備からの攻撃でちゃんとチーム全体のスパイカーが打ち切るっていう練習を心がけてます。全国ベスト4です。